タルップル出したい欲あるが、刺さってるかと言われると微妙。ドサイドナットレギャラドスは見れるか。ギルガルドは無理かな。サザンドラとキスが無理だしだ、そもそも。バンギは通ってるから出していっていいかな。初手からでもいいぐらいだな。いやでも、どうしようかな。立ちふさぐま、立ちふさぐま、いやどうしようかな。立ちふさぐまから行くと、トゲキスからの展開がきついんじゃないかな。物理から来るなら立ちふさぐまの火炎玉トリックとかですり替え、すり替えか。場整えてからバンギ出したいけど。立ちふさ、まあ先にキスに展開されてもバンギならなんとかできるのではないかという思いを込めて、タルップル本当に大丈夫だろうか果たして。まあ相手によってはタルップルに交代するとかでもいいかもしれんからな。これでいっか。キスから来ちゃったけど、キスから来ちゃいましたけど、ちょっと聞いてた話と違うかな。初手から来んのかお前。まあ弱砲だけ叩き落とさせてもらいましょうかね。最近のキスは弱点補強持ってない方とかもいるっぽいけどな。悪巧みから入られるのすごい嫌だな。まあその場合は空元気入れることもできるけど、いやでもキスに先に展開されるとちょっとだいぶ動きにくくなるな。初手から来んのかキス。あんまりそういうイメージなかったな。これ立ちふさぐま何してくる系の悩みですね。あれ引いた。マジめっちゃ相性有利だと思ったけど。ギャラ来るのはいいぞ。威嚇はまあ別に構わん。とりあえず畑ギャラの持ち物見せて5つ目。ああ、そういうやつか。なるほど。どうしようかな。すり替えしてもいいけどね。ギャラを動きにくくさせておきたい感もあるな。バンギラスが竜の舞持ってる方なんで、物理アタッカーとかに、火炎玉押し付けてつむき手にしたいなっていう感じだったんだけど、ただまあそういう5つ目持ってるギャラとかだったら電磁波持ってる可能性もあるわけだからな。どうしようかな。タルプルに引こうかな。5つ目持ってる方だったら飛び跳ねるとかもしてこないかもしれんしな。あでも氷の牙があるかもしれないな。すり替えしようか。すり替えしよう。ギャラ引く。あ、威嚇だけ入れてまたキスみたいな。まあいいか。キスの持ち物もらいましょう。すり替え。立ちふさぐまは特性が根性だから、自分はその火炎玉で火傷のは全然いいんですけど、向こうが火傷のは嫌ですよねっていう感じで。しかし、精霊プレートですか。別にいらねえな。まあ、どうしようかな。引いてもいいけどな。ここ、でもどうだろう。ここ大ジェット打ってくるんじゃないって思うんだけどな。ただ大フィアリー打たれるの嫌なんだよな。多分大ジェットだとは思うけど。空元気で削り入れますか。威嚇入ったとは言っても根性で帳消しだしね。お、大ジェット切ってこない。そしていいダメージ入るな。マジシャー。これどんなもんかな。落ちるか。まあまあまあ、まあよい。じゃあもう、キスを万儀の起点にしちゃいましょうか。セレプレートを奪ったから、まあ、フェアリー技もそこまで痛くはないと。
バンギーどうだろうな、弱点保険バンギーなんですけど、どっちかっていうとそのなんだろう、意地っ張りで HP と攻撃振った弱点保険とかが多そうなイメージなんですが、私は積みエース的なのが好きなので龍舞バンギーにしてみたんですけど、まあただ耐久 HP 素早さぶりなんで攻撃全然振ってないんですよね。だからそこを龍舞で補おうかなみたいな感じ。キス引く、さあ土砕か、これ相性的にはいかがかな。あーどうしよっかな、弱点はつけるんですよね、アイアンヘッドあるから。だからダイマックスしてダイスチルにして打って防御を上げながらっていうのもいけるっちゃいけるんだけど、ドサイドンめちゃくちゃ硬いんよな。でもってドサイドンが弱点保険の可能性もあるわけで、あー無理しないでおくか、うん、タルプルに引きましょう。ここはタルプルで受けます。多分ダイマックス切ってくると思うんだよね。こっちが龍舞したので向こうも龍舞したバンギの超火力を抑えられるようにダイマックスで対抗してくると思うんですよ。なんでダイマックス切らすことができれば次のサイクルでこっちが動きやすくなるんじゃないかなと思うんですけど、と思ったけど考えてるわけで、これダイマックスしてこない選択肢あるかな、ありそうだな。さあタール、よしよしダイマックス切ってきた。ここは自信でしょう。まあバカ力かもしれんけど、バカ力あったっけドサイドン。ここはもうバンギを一気に倒せるような技選ぶ余裕しかないと思うから、あ大スチルか、まあまあいいんじゃない。さあどうしよっかな、ちょっと一回鉄壁から入らんとまずいかもしれんかな、これ岩技普通に痛そうよ。タルプル鉄壁ボディープレス型ではあるんですけど、ね、あーどうだろうな、まあまあ鉄壁するか、鉄壁しよう。てかあと2ターンしないでは最低限やられるにしてもあと2ターンしのいでくれんときついんやけど。第6、いえちょっと待って、ダイスチルで結構食らったけどな、大丈夫か、君防御特化やぞ。オッケーナイス、オッケー偉い。タルプの熟成でここお盆食べるんですけど、お盆のみなんですけど熟成の効果により半分回復します。で鉄壁と、オッケーオッケー、これでさらにダメージを抑えられますね。なんでその前作のフィラノミカビゴン的なことができるんですよこの子は。まあ、あのタルプルって自己再生覚えるんで別に自己再生でもいいんですけどね。ただ、まあ、今みたいにその鉄壁を積みながら回復することもできるっていうね、実はさっきのターンは鉄壁と自己再生を同時に使ったみたいな感じだったんで、まあなんで自己再生よりも利点がある可能性もあると。引いてきた、これトゲキッスですね。まあ大丈夫です、キッスは大丈夫です。ね、まあどっちかっていうとドサイドンを引かしたことの方が美味しいな。さあ熟成でこれでもう一回回復しましょう。どうしようかな、言うてここフェアリー技安牌か。ただ悪巧みの起点とかにされる方が嫌なんだよな。これもしかしたらキッスさえどうにかできればタルプルで詰めれるかもしれないから、こうバンギ引きでもいいんじゃないか。言うてまあ精霊プレートも奪ったし砂もあるからそんなマジシャ効かんと思うんやが、マジシャ逆に弱点保険の規定に、いてえ半分入っちまった。砂ターン今いくらだったっけな、これで砂やむとちょっとこれで砂やむと若干耐久が怪しくなるんですけど、いや大魔切るしかなくなったな。大スチルで耐久上げましょう。ここは砂嵐だと岩タイプのポケモンは特防 1.5 倍なんで、今砂がなくなっちゃったんでその 1.5 倍なくなっちゃったんですけど、
まあただダイマックスすれば HP が2倍になるから、ダイマックスすれば耐えるようにはなる。でもって今弱点保険が発動している。必須引き、まあ相手としては万儀さえ突破できればっていう感じですよね。まあただ向こうはもうダイマックス切ってるから、こっちがダイマックスしてる間になんかいい感じにいけないかな。いや、キッスが悪巧み持ってないんだったらなんとかなりそうなんだけどな。悪巧みあるときついか。さあ、弱を発動したけど、この第6じゃないや、第7で半分は行ってほしいけどな。あ、OK、行くね。よっしゃよっしゃ。ただよ。あ、違う。第6だった、ここ。いや、まあいいか。いや、いや、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。大スチル。第6で特防を上げて、マジ下に備えるべきだったって思ったけど、大丈夫じゃないか。どうせ次ギャラ来るから、そこに第6を打っていけば問題ないんじゃない。え、君、ゴツミでしょ、素早さ振ってないよね。え、どうだろう。いや、怪しいな。いや、でももう被験か。被験だ。タルプルに引いて受けるっていうのもありっちゃありなんですけど、その場合トゲキス交代をぴったり読んで、バンギに交代読み交代合わせないと勝てないから、まずシャキ感しちゃうんで。だから、いや、上取ってる機体の方がいいな、ここ。上、オッケー、取ってるね、取ってる取ってる、オッケー、よかった。このバンギ陽気で素早さ振ってるから。で、あのギャラがゴツメだったんで耐久ぶりでしょう。オッケーオッケー。よし、これで砂を切るからダイマックス終わりますけど、さっきキッスのマジシャが半分入らなかったから、これでダイマックス終わるにしても耐えるでしょ、次のマジシャも。だから相手の貸し筋はここは安らのひるみですね。勘弁してください。マジで勘弁してください。それ、コアアイアンヘッドでいいでしょう。命中安定で。あれ、あ、こっちの方が早いのか。耐久振っててあんまり素早さ振ってなかったのか。こっち素早さ上がってないよね。あー、よかった、バンギがサンダルしてくれたか。よかった、ナイスバンギ。やっぱキッスにはバンギ当てるのが分かりやすい対策かな。対戦ありがとうございました。さあ、これはタルプル何してくるの的な悩みかもしれないな。ちょっと待って、バンドリュか。バンドリュに対してはタルプル割といけそうな気はするんですけどね。カットロトムにも相性上は有利か。タルプル出したいんだけどな。ヒヒダルマが無理だ。ヒダルマどうしようね。バカ力とかもあるよね。リザードンでなんとか。リザードンでなんとかエアスラッシュとかしながら頑張る感じかな。まあリザードンありだな。天候、大バーンで相手の天候変えるとかもいけるし。タルップルとリザードンと誰かだな。誰だろう。しょって。初手のダルマに対抗しやすそうな子だからドリューズだな。ドリューズ、リザードン、タルプルかな。順番はどっちでもいいんだ。ドリューズ、タルプル、リザードンで。で、カットムとかバンギが初手に来るんだったらタルプル交換でもいいですね。タルプルが、防御にめっちゃ振ってるから、弱点さえ疲れなければなんとかかんとかっていう感じなんですけども、ダルマオッケーオッケー。お、色違い。若干顔色悪い。まあ、助けだからとりあえずはオッケーかなっていう。あ、いい、どうしようかな。たまに、なんか普通に突っ張ってフレドラとかばかり打ってくる人もいるっちゃいるんですよね。ここアイヘ打つか。まあ、割と一貫してるからな、ここ、アイヘ。
まあまあまあ基本はトンボなんですけどね。ですトンボ痛いんだよな。半減の火力じゃないよ。サザンか。バンドリ戦室ではないと。あいへえ。お入るね。え残飯。残飯サザン。うん。言うてこのまま突破できるんだったらそれはそれでいいんですけど。上取られて炎技とかで倒されたんだったらクハは耐えるでしょ。昼見はやめてよ。わーお。しかしまあリザードンがやましいよ。やめてよ。そういうのや、そういうのやめてよ。アクハの昼見って3割じゃなかったっけ。なんかポンポン引くよな。もうなんで残飯持ってんだよ。ダイジェットで倒せるかなこれ。まあタルプル出せないんでリザードンで行くしかないんですけど、あの裏のやつを、裏の火だるまを倒そうと思ったらダイジェット切るしかないんですけど、これ裏バンギだったら負けじゃね。あーどうしよう。いやちょっと待って、裏バンギだったら負けだぞこれ。裏バンギだったらもうリザード引かなきゃいけなくなるんで、その時点でもう誰も火だるまに勝てなくなるんだよ。でもダイマックス切らないと絶対倒せんし、というか火だるまにもうちょい強いパーティーにするべきか。ダイジェット倒せる？倒せたか。いやーバンギ無理だな。バンギは無理だな。バンギ無理だって言ってんでしょ。いやリザードンな、気合玉とか覚えるけどさ、気合玉仕込んだところでどうせバンギには勝てんのよ。これ絶対ダイマ切ってくるんだけど、なんかの間違いでタイタリせんかな。大ドラグーンで敵の攻撃を下げた後に大草原とか。いやもう絶対ここダイマックス切って岩技打ってくるからな。どうしようかな。バンギを起点にタルプルでガン積みするか。その方がいいかもしれんな。その方がいいや。それでちょっと考えてみよう。だからここは大ドラグーンで攻撃を下げて、タルプルの起点にすることを考えていこう。まあこっちの方が早いのは間違いないんで、大ドラグーンで。で、一応攻撃を下げると。大草原とかで削っちゃうと弱点保険発動させてしまうから。で、第6。これ耐えないかな、なんかの間違いで。いや、4倍は無理ですよね、攻撃下げだとしても。だからこっちの貸し筋はなんとかこいつを対面で鉄壁を積み切ることだな。タルっていうアトリエシリーズの、あの主人公がタル調べた時のね、あのポケモン勢の方に伝わりづらそう。いやここでもう火だるま交代とかされたら負けなんですけどね。ただやりにくいとは思うんだよな。火だるま耐久ないからね。ここでなんか変に大悪特攻下がるのは構いません。ここで変にタルプルが攻撃とかしてきたらっていうのを考えると、だるまには引けないんちゃうみたいなところで、これでダイマックスが終わると。
あーどうしよう。いやー、もう一回鉄壁積みたいんだよな。ここで火だるま引いてくるんだったら、ここでボディープレスなんですけど。いやー、わからんな。難しい。タルップルが草ドラゴンなので、氷4倍なんですよね。だからいくら鉄壁積んだところで、さすがに、だるまのつらら落としはきついんですよ。だから鉄壁、ちょうど後退してくるタイミングを読んでボディープレスを打つか、鉄壁を積み切ってバンギを倒すかっていうのをやらないといけないんですけど。さあ、ここで熟成で、お盆の実を食べる。お盆の実は本来4分の1回復ですけど、熟成で木の実の効果が2倍になるので半分回復します。で、鉄壁と前作の、か、ひ、あのフィラノミ食いしん坊カビゴンと同じことができるわけですが、さあどうなるかな。もう一回鉄壁積みたいよね。でもリサイクルもしておきたいな、これ。さすがに鉄壁積み切らんと。引いたで。でよ。さあ、これで鉄壁フル積みやぞ。耐えないかな、つらら落とし。いやー、ちょっと待ってよ。でもな、ここ、一回トンボ返りで、削り入れてからつらら落としっていう説もあるな。いやー、考えることが多いね。いや、でもなー、つらら落としで倒しに来ると思うんだけど、つらら落とし、さあ、どうよ、これ、耐えません。耐えません。鉄壁積み切ったよ。タルプルさん耐えた、オッケー。いや、ひるむの、マジでやめて、ひるむの。おえ